エイゾンと認証。同じ頃、奈良のエイゾンは大阪の四天王寺に入り、難を払う主樹の務めを行った。また米や野菜の食料も持って泉久米寺に赴き、最古僧の人々骨敷に対して施行をして、彼らに全てに菩薩戒を授けた。なぜ私のような貧しい者に菩薩戒を授けられますのか。仏教者がどんどん増えれば仏法が立ち直り、国が安穏になるのです。それは何という教えですか。真言立宗といって、我々は貧しい人こそ仏教が必要だと考えています。鎌倉では永存の弟子認証が師匠と同じく罪人や難民の救済に努めていた。救済活動は施食、食を与え、施薬、薬を与えることはもとより、橋を架け、井戸を掘り、風呂に入れ、病気を治す施設を作った。多方面にわたっていた。貧しい人々は認証菩薩様と彼らを呼んでいた。一方、日蓮は認証の活動の周辺で強気の伝道を続け、彼らを非難した。彼らの行いは真言亡国、実国賊の行為だ。認証は日蓮を早く逮捕して邪権を破ってほしいと訴状を幕府に上提出した。日蓮はさらに激しく彼らを非難し、幕府の圧迫に対抗するように強気の布教を続けていた。佐渡へ塗る際、そして夜中、日蓮の首を切るために辰の口に連行した。南妙法蓮華経、南妙法蓮華経、チッチカッ、うわっ、そう、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経、うわ、逃げろ。これが辰の口の方なんと言いましてね、日蓮の首を跳ね落とした瞬間、大空から火の玉が飛んできたと言われております。鎌倉に戻った日蓮は早速幕府に呼ばれ尋ねられた。蒙古軍が攻め寄るのはいつか。間近です。この大難を逃れるためには、法華経の信仰によって万民の心を一つにしなくてはなりません。そうか、相変わらず法華経か。ああ、もう下がってよい。入弱、日本軍を攻め落とせ。おお。文永11年10月、人々が恐れていた蒙古襲来があった。日蓮は身延山で続々と入る蒙古襲来の情勢を法華経信仰の体験で分析し、門弟たちの指導を進めていた。蒙古が攻めてくるには理由がある。どんな理由でしょうか。この国の王や悪い坊主が改心、坊主に改心を迫る使者としてやってきたのだ。聖人様、なぜそこまでお分かりなのですか。釈迦の使者である私は過去、現在、未来の三世を見ることができるのだ。まもなく蒙古の兵は台風のため壊滅し去っていった。このようなことがあるわけでございますけれどもね。